いやあ、前回から続けてやっていくよ、刹那圭介だよ。さあ、この人形の世界にも馴染んできたかなって感じです。なんかこの人形の世界で暴れ回るやつがおって、そいつが脅威になってるみたいだね。で、その脅威から逃れるための時間があまりないって感じらしい。ざっとした説明。こっちなんだろう。行ってよかったんかな、これって。大人の階段降りる。あ、行けたわ。なん、何今の意味あるんこれ。演出的に意味あるんが微妙ですね。それよりもなんかヒントもらったしさ。ちゃんとここの部屋の人をね、前から順番に話しかけていこうか。これどっちが前な。こっちかな。まあこんな感じで前から順番に喋りかけていったらなんかあるんかなーって思うんやけど、どうかな。あ、これ人形城だったんじゃ。格下の者から挨拶をするのがこの部屋の決まり。よく決まりを守りましたね。タンスの中にあるなんとかを分けてあげる。この部屋の仲間の印。あなたが人形になったらこの部屋で暮らしていいようになりません。私人形になりたくないんです。一回になったことあるけど。よっしゃー。不思議な、なんて読むかわからんけど、まあ光なんやな。持っていれば暗闇が少しだけ明るくなるかもってなんだね。ちょっとそういう自信なさげなことを言うのやめなさい。てか一番奥のが人形町だったんや。気づかんかったな。よし、じゃあ行ってみよう。イエーイ、みんな集まってるかい。私のライブに来てくれてありがとう。ヒューヒュー。色とりどりの光を世界につけ。ここは入り口と似とるね。こっちは入り口と違って人形に作ってられた子だけを集めて飾ってるの。かわいそうな子だった。入り口の出来損ないと一緒にしたらかわいそうだよ。お前やってさ、出来損ないって言うん、かわいそうだと思わんのか、お前。人間を恨んでいながらも人形で同じことをさえしおる奴がおった。うん。色とり、鳥の光る人形を連れて行く。そいつらは人間に捨てられる。緑色のまり、倉庫に置いてきちゃった。暗くて取りに行けないから代わりに取ってきて。はーい、明かり持ってるんで大丈夫です。あ、それでもまだ暗いな。小さな人形が入っている。人形用の着物が入っている。オッケー。マリカ、ん？あ、これか。持っていく。よっしゃー。これで任務遂行やけど、ちょっと調べていこう。子供一人ぐらいなら入れそうな。あー、これ絶対なんかここに逃げ込んでくれるパターンのやつや。一人分ってことは、裏子を犠牲にするんかな。木箱の中には人形は入っている。向こうにタンスが見えるけど、進めそうもない。これはダミーじゃ。緑って言おった。緑って。ね。はい、どうぞ。緑のやつは私のだからね。はい、どうぞ。奪われたって言い方はおかしいよ。頑張って持ってきたんやで。え？これ私が人形だった時に使っていたものなの。え？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 人形？人形？え？人間だったん？人間が人形にされてこう今に至る感じ？え？え、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 マジで？ねえ、リンちゃん。うん？ここから先には危険な人形の部屋があるの。危険な人形？どんな？他の人形たちと違って大きくて力も強くて暴れたりするの。今は取り込めてるから大丈夫なんだけど、みんな怖がっているんだ。鏡の世界の化け物ならやっつけだし、うちが何とかできんのかな。うぬぼれるな。
針よりずっと恐ろしいよ。でもやっつけてくれたら嬉しい。お人形さん、うちのことを助けてくれたし、今度はうちが助けるよ。よっしゃあ、やってやるぜ。こっちかな。え、なにこれ。ほう。あれ、ここだけあかんの。ここがさっき言った危険な部屋よ。床の穴もここにいるやつが暴れたからできたの。そんなすごいやつなん。あ、ここから離れた方がいいかも。え収まった。気をつけてね、リンちゃんには怪我とかしてほしくないから。こわこわ。うん、これやだな。これ取れば向こう側に行けそうやね。向こう側に行けないと思うからやめた方がいいよ。置いたら死んじゃうかもしれないし。私行きまーす。うちな、やる前から諦めるの良くないと思うんよ。行けあーあー、りんちゃん、りんちゃん、りんちゃんのことは来ていたし、期待していたのに残念。諦めも必要。リンちゃん、あんないいこと言おうたわりにはあっけない。じゃあ戻る しかないよな。戻ったらなんかイベントあるんかな。え、じゃあどうすればいいっていう話なのかわからん。わからん。これでこっちの思うやつはいいから持っていっていいかな。持っていっちゃった。持っていっちゃった。なんか持っていっちゃったわ。家庭持っていっちゃったわ。持っていっていいかわからんけど持っていっちゃった。転がりそうな。なんかに使いそうな気がする。持っていっちゃって正解じゃない。何のために使うか知らんけどね。ヒビが入ってる。あ、覗けるんだよ、これ。あ、どうも、こんにちは。どっちどっちこっちから出てこいよ。なんでこっちから出てきよんや。俺はバーンって出てくるん予想しとったのに。わまずいわね。逃げ道塞がれちゃったわ。なんだこれ。こういう時全力で迎え撃つのがやるんだ。うちだってやる時はやるんよ。いやー、あー、りんちゃんもうちょいと頑張ろうぜ。当たってくだけだよって。その通りやん。友情の証を見せてやるぜ。このもんどころが目に入らぬかの気分やけど、実際はなあなあ、これ見てうちの友達になろう。ダメなん。友情決裂。というかリンちゃんの最後の言葉ダメなんや。なんか最後にしてはあっけない。まあなんとなく分かっとって、このマニをぶつけるって、えいっつるーん。あら、やっつけたん。すごいわ、りんちゃん。運が良かったんよ。危ないところだったわ。運も実力のうちって言うし、りんちゃんは私が思っていたようにすごい子だわ。ひとたま、なんて読むやったっけ。じんたま様も、りんちゃんを気に入るはず。もしかしたらじんたま様に。じんたま様って誰なん。この館で一番偉くて特別な存在の人形よ。そうなんだ。帰る間にご挨拶したいな。この部屋の先だったんだけど床に穴が開いてるからもう行けないのよ。残念やね。他に向こう側に渡る方法があればいいんだけどね。この部屋に向こうに行くための道具とかないん。この部屋何かあるか私も知らないのよ。さっきが残っている気がする。怖いっすね。人形って怖いっすね。
はい。入れる。なんとなく読みが当たった。入れる。入ります。暗。めっちゃ暗。なんかあるんかな。りんちゃん、ここ何もないわ。全部壊されてる。そっか。え？今の音は何？気をつけて。なんだなんだ。え？な、え？胴体だけで来てる。胴体だけで。胴体だけで来てるんですけど。胴体だけで来てるんですけど、みたいな。え？こっちだ。あ、やべ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 。あー、もうそんなとこ、そんな微妙なところおるなや。こっち来いや、こっち来いや。おびき寄せろ、おびき、おびき、おびき。あ、やべ。よっしゃー。危ない。やったー。でかなってる。頭でかなってる。大きくなっとるよ。さっき胴体が襲ってきたし、首が取れたぐらいだとこいつは倒せないみたい。どうすればいいんかな。穴に落としちゃおう。下に落ちて粉々になれば、おそらく。えい。わほほほ、おー、大きすぎて失敗しちゃったみたいね。でも右として使えるかも。歩いても大丈夫なんかな。なんか襲ってきそうで怖いね。なるほど、こういう手があったんじゃ。すげえな。てか、りんちゃん、こんな大きい頭を蹴ってここまで転がせるってすごいな。その脚力があれば、人形を正面から当たって倒せたんちゃうん。りんちゃん手抜いとった？もしかして。さて行くか。ざまー、ざまー、ざまー。あれ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 人形に両足を食べられてしまった。もう歩くことはできない。人形の怒り。ざまって言ったらこのざまでしたよ。どういうことですか。おいのいつものこういうなんか何かが橋になったその上をおもむろに歩き回るって手が使えんかったんやけど。もしかしてこのゲームの作者さん、このネタのこと知っとんかな俺の。すげえ、お、すげえ作詞。あ、でかー、なんかでかいよ俺。あ、これがさっき言った、神玉様や。うわー、大きな人形。神玉様よ。ここに住む人形を生み出した神様のような存在。さっき襲ってきた人形も大きかったけど、あれは何なん？あれは、新しい神玉様になる予定だった失敗作。神玉様には時間が残されていないから、新しい神玉様が必要なのよ。新しい神玉様って？私は、りんちゃんがいいな。え？よいちから見た時からずっと決めていたの。この子ならいけるって。ここの人形たちにも気に入られたし、厄介者のあいつを退治してくれた人生をみんな認めてくれるよ。神玉様ってうちが人形になるん？そんなの嫌やし。そんなこと言わないで。神玉様が怒っているわ。怒ってる。本当に怒ってる。ちょっと、さっきまでの笑顔どこ行ったん？凛ちゃんもいずれ大人になるでしょ。そうしたら私を捨てる。大人は遊んでくれない。大嫌い。うちは捨てへんよ。私何度も捨てられたから、その言葉は信じられないの。人形になればずっと子供のままずっと遊べるよ。うちは人形にはならんよ。あー、さらに怒ってる。めっちゃ怒ってる。顔が変になってる。りんちゃん、謝って。神玉様が怒ってるから。いやいやし、ここから出ていく。どうして分かってくれないの、りんちゃん。やばいところに迷い込んだんだよな。逃げろ逃げろ、なんかやばい、逃げろ。確かこっち。エスケープ。やばいところに来てしまった。早く出ていかないと。人形にされちゃうわ。いやあ君、あいつの暴れてた音が消えた。なのに神玉様は怒っている。何があった？私が聞きたいですよ。この世界は何なんですか？怖いにも程があるでしょ。うわイベント、イベント。
このままだと捕まっちゃう。これはもしかして倉庫のやつですかね。あ、でもちょっと真ん中の壁に溶け込むってんがちょっと気になる。溶け込め溶け込め。うちは壁、うちは壁、どこにでもある壁。無理があると思う。お前は忍者か。そんな無理があるわ。ほら見つかっとるやん。いた。うちは壁なのに。壁のシミになりました。りんちゃん意外と天然。りんちゃん面白いよ。そこら辺の、そこら辺の若手のお笑い芸人よりも面白いよ。いいよ、そういう子好きよ。どこだろ。だってさ、あれやん、一人分のところあるやん。ソロ、これ一人分入、あれこんな部屋だった？あれ？一人分入れるんは箱じゃなかったっけ？なんか落としてる。あれ？でも本当だよな。一人分空いてる的なのは箱じゃなかったっけ？間違えたか？あ、チワッス。あ、チワッス、チワッス。人形の首。多分ここはあったよ。傘の裏だった。なるほど。あれ傘の裏だったっけ、一人分かくれるって。あれこの音どっかで聞いたことあるな。ジジャブかな。あ、いけた。やったー。まだ逃げるんかな、これ。あ、逃げよう、逃げる。はぁ、はぁ、こんな場所もう嫌や。早く帰ろう。帰れ、帰ろう、帰ろう、帰ろう。出ていきます。バイバイ、みんな。みんな、バイバイ。みんな、バイ、裏子。りんちゃん、待って。この人形たち、あの巨大人形に壊されちゃう。人形様だけじゃない。ジンタム様も、この館も、全部。りんちゃんが新しい神玉様になってくれれば、ここを救えるの。お人形さんたちには悪いけど、うち何度も言われても神玉様にはならんよ。どうして分かってくれないの？友達なのに。本当の友達は相手が嫌がったらやめるんよ。分かってくれへんのはお人形さんの方。嫌われてもいい。ここに残って、お願い。お前。あ、壊す気はなかったんよ。ごめんな、お人形さん。出た、りんちゃんの強靭な脚力。あ、あれ？あなたはあの時の人形は繊細で壊れやすいんですよ。もっと大事にしてほしかったですね。まあ、自分で選んだ人形、人間と仲良くできて満足そうなので何も言いませんが。直すのに少しばかり時間がかかりますよ。その頃あの人形は、あの人間は大人になってしまいますが、またいい人が見つかりますよ。もういろいろありすぎて疲れたわ。お母ちゃんに言われた通り早う寝ておけばよかった。今日はもう寝よう。え？お母さん、こら、まだ寝てへんの？どうしたの？何かあったん？お母ちゃん、お人形さんがな、うちのことを人形にしようとしたんよ。夢とかじゃなくて本当なんよ。お人形さん動いとったし。お人形って今日お父ちゃんが買うてくれたやつ？うん。それはからくり人形境に人形が勝手に動くなんてありえへんし。あれってからくり人形だったん？今日はりんちゃんが寝るまでここで見てる境ね。お母ちゃん、ありがとうな。あ、なんか光っとる。綺麗やな。なにこれ。え？りんちゃん、どこに行ったん？お父ちゃん、大変。お父ちゃん。え、なに？
起きて、大丈夫？誰？大丈夫、ちょっと頭ぶつけた。誰？目見えない？うん、でも人がどこにいるかすぐにわかるよ。めっちゃイケメンそうだん出てきたやん。その目のやつ取ってくれへん？なあ、目のやつちょっと取ってくれへん？ちょっと女性視聴者にとってのサービスシーンになるけん、ちょっと取ってくれへん？目が見えなくてもうちがわかるんか、すごいな。目が見えなくなると聴覚や嗅覚が敏感になるんだ。だから僕は困っていない。全然わからんな。リンちゃんには無理だよって。リンちゃん試したんじゃ、目つぶって嗅覚とかでいけるかっていう。やらんでもいいやろ、わかっとるやろ。天然かこの子。ん？うち名前教えたっけ？あ、目が見えないとね、名乗らなくても相手の名前がわかるんだよ。わあ、これ絶対嘘や、絶対嘘や。これ何度かごまかそうとしてるよ。そんなわけねえじゃん。だいたいさ、それってあれじゃない、超能力って言うんじゃないの？それって嗅覚とか聴力とか関係なくね。そういう超能力使えれば嗅覚とか聴覚とか言わんでもよかったじゃん。論破しちゃった。弾丸論破ですよ、もう。それは違うよって言いたくなるよ。はい、ざま。もうボロ出した。人狼ゲームだったらもう噛まれてます。噛まれてますじゃないわ。釣られてます。そうなんか。あんたの名前は、ゆきじ。ゆきじだって。かっけー！ゆきじくんね。ここ、何か、どこかわかる？ここは花札の世界だと思う。花札？お父ちゃんの花札かな？なんか光っとったし。うちな、今日変なんよ。知らない場所ばっかに行ってる。りんちゃんたちの買った古道具のせいだよ。みんな人間に強い思いや念を持っている。気に入った人間を自分の作った仏念世界へ連れてきているんだ。うち気に入られてるんか？もう寝たかったのに。ゆきじくんはいつからここにいるん？ついさっき、りんちゃんの少し前かな。なあなあ、一緒にここから帰ろう。ゆきじくん物知りやし安心する。そうだね、一緒にここから出られるといいね。ついてきて、うちがゆきじくんの目になるから。りんちゃんは優しいな。わからないことがあったら何でも聞いてね。うわ、りんちゃん、絶対、ゆきじくんのこと気に入ってるし、惚れてる。あー、なんか、ゆきじくんにりんちゃん取られたよ、気分。俺が。まあいいや、しょうがない。ゆきじくんイケメンやもんな。その顔、その目、隠さずに出してくれればいいと思うんやけどな。うん。そうしたらりんちゃんも喜ぶと思うのに。はい、今回は、新しい展開ですね。ちょっと長くなってしまいましたが、今回はこの辺で終わりとさせていただきましょう。ご視聴ありがとうございました。シーワゲッ。